ジョブエクステンドって言ったら、前に俺がセカンドフォームを獲得したクエストだよな。確か、ダンジョンの構造がやたらひねくれてたような。対価のヒントでようやく解いたんだっけ。サポするとか言って、あいつら本当に大丈夫かな。ドルドナのクエスト屋でジョブエクステンドクエストを受けよう。大化のおっさん、こんなところで何やってんだ。わしがドルドナにいちゃ悪いのかい。別にそういうわけじゃねえけどな。俺の信じる力で。とにかくエリアをクリアしろってことだな。じゃ出発進行だぞ。Thank you.
か。こうして三人で遊んでると思い出すね。僕らが最初に会った頃、オイラが街でハセオにぶつかって、あの時はまさか目の前の初心者さんが PKK の死の恐怖だなんて思わなかった。レベル1じゃ死が恐怖なんつって。でさ、その後ガスパ PK されちゃったんだよね。あれれ、そうだっけ。はうーんとか言ってお前らな、俺は遊びに来てるんじゃねえぞ。無駄口叩いてる暇あったら戦闘の効率上げろよ。ごめん。怒らないでよハセオ。その楽しくやろうよね。行くぞ。隙だらけだぜ。無影戦だ。連撃とつばめ返し。連撃とつばめ返し。無影戦だ。いいバトルだったね。勝利はいただき、やってやるぜ。よし、オイラも頑張る。せい。
ぶちのめす。ハセオがカナードのギルドマスターになった時のこと覚えてる？うんうん、ギルドショップの店番を頼んだんだよね。ショップどんぐり。ハセオの意外な一面を見たよね。誰でも本当は誰かに優しくしてあげたいんです、みたいな。お前らな、何度も同じこと言わせんじゃねえよ。俺は遊びに来たんじゃねえっつってるだろ。ハセオ、ハセオ、お前らが一緒に来たいって言ったくせにタラタラ喋ってばかりで、このもういい。あとは俺一人でやる。ハセオ、ハセオは全部一人で抱え込んでどんどん先に行っちゃうけど、僕たちだっているんだからね。よし、宝箱を取ればクリアだな。一人でやればこんなもん。他人のヘマに足を引っ張られることも、イラつくことも、裏切られることも。旅人よ、何故さらなる力を望む。力、俺の信じる力。でも一緒に戦って違うって分かった。ハセオは仲間のことをちゃんと考えてる。仲間か、そんなの最初からいなけりゃいいんだって。そうすればもう何もなくしたりしないんだって、そう思ってた。だけど、ハセオさん、それだってゴールはないんですよ。ちょっと立ち止まって、足元に咲く花とか、綺麗な景色とか、そんな、ザ・ワールドの出会いを楽しむことだって、とっても
大切なことだと思うんです。長谷尾、結構リーダーシップがあると思うんだよね。そりゃいい。ねえねえ、一緒にやろうよ。じゃあ、よろしく。僕らのギルドマスター、長谷尾さん。バカだな、俺。大切なものをすぐに忘れちまう。やっぱりあいつらを連れてこよう。ここから先はみんなで進むんだ。あ、長谷尾。あの、待て、俺に言わせろ。獣人像はすぐそこだ。モンスターもいねえ。だから、だからさ、一緒に行こうぜ。ちょっと待て、お前ら。うわあ、いひひひひ。あのな、長谷尾、一緒に行こうな。ああ、行こうぜ。ん？この宝箱は3人で一緒に開けなきゃいけないんだ。このクエストの最後の試練は仲間と力を合わせることなんだよ。もしこの宝箱を1人で開けていればアイテムはパー。最初からやり直しだったんだぞ。それでお前ら、俺についてくるって言ったのか。うん、大化のおっちゃんが教えてくれて。あ、大化のおっさん、お前らグルかよ。ガスパー、もう内緒だったのに。ごめん、口滑っちゃった。どうして手伝ってくれたんだ。長谷尾、最近ずっと思い詰めた顔してたから。だからどうしても役に立ちたかったんだ。ありがとな。ん？怒ってないの？怒ってるわけねえだろ。つうかお前ら、二言目には怒ってないのって聞くよな。普段どういう目で俺を見てんだよ。ほらほら、長谷尾、クエスト屋に報告に行かなきゃ。たく、しょうがねえな。
のう。何見てんだよ。やったー、ハセオかっこいい。ふん、どうやらエクステンドしたようだな。大化のおっさん、俺またあんたに助けられたな。ハセオ、タイトルマッチ勝てよ。世界を取れ。頑張ってね、ハセオ。目指せチャンピオンなのだ。お。じゃあ俺らもう行くぜ。こいつらによく礼を言っておけよ。ありがとよ、師匠。